もう最後なんか、うわーとか言いながらクリックをしたの覚えてるんですけど、なんかそれぐらい、もう最後はもうあんまり深いこと考えずに、えいやで踏み出して本当に良かったなって思ってます。原カンタです。フリーランス国際協力書をしています。本日はよろしくお願いします。フリーランス国際協力士の原カンタです。アフリカを中心に世界各地を取材して YouTube を使って情報発信をしています。私の肩書きのフリーランス国際協力士なんですけれども、国際協力士っていう言葉は今から20年前ぐらいに山本俊治さんという方が提唱した新しい職業人の概念で、自分が生活するのに十分な収入を得ながら持続的に国際協力を仕事として取り組む人を国際協力士っていうふうに彼が提唱したんですね。ただこれまでの国際協力士は何かしらの組織に所属しながら行うっていうことが前提になっていたんですが、私の場合は特定の組織に所属せずフリーランスとしてやっているので、覚えてもらいやすい肩書きを作ろうということで、フリーランスと国際協力士を掛け合わせてフリーランス国際協力士という肩書きを名乗っています。今の活動をするようになった直接的な最初のきっかけは、大学1年生の時に東南アジアのフィリピンという国に行ったことです。あとはそうですね、大学の授業とかで発展途上国の現状みたいなことを学んだ時に、一回自分の目でそういった現状を見てみたいなっていうふうに思ったこと、それから、まあ、正直これは結構大きい理由なんですけれども、大学1年生の時からそういった海外ボランティアというか発展途上国を見るツアーみたいなものに参加していれば、就職活動の時にちょっとこうね、話題になるんじゃないかみたいな、ある意味そういうこう就活で使える話題作りみたいな動機で、大学1年生の春にですね、フィリピンに行きました。でそれもお金さえ払えば誰でも参加できるスタディツアーで、現地滞在6日間、例えばストリートチュードレンの子どもたちと交流をしたりとか、スラム街を見学したり、孤児院の子どもたちにちょっとした日本の勉強を教えてあげたりとか、至って普通な、まあ、お試しボランティアみたいなものをやっていました。でその活動が全て終わって現地滞在最終日の6日目に日本に帰るためにですね、マニラの国際空港に車で向かっていたんですね。でその時の私は、1週間頑張ったな、日本に帰ってもやれることをやろう、そういったこう充実感というか気持ちのいい疲労感みたいなものを感じながらマニラの国際空港に向かっていたんですけど、そんな時に車の中からふっと窓ガラスの外を見たら、だいたい7歳くらいの白いボロボロのワンピースを着た女の子が裸の赤ちゃんを抱っこしながら窓ガラスを叩いて物乞いをしているっていう様子をたまたま最終日に見かけたんですね。その時に、まあ、大きく2つ感じたことがあって、まず1つは、これまでの1週間でいろんな場所に行っていろんなボランティアをしていたはずなのに、まだここにも困っている子どもがいる、自分はもっともっと目を向けるべき課題、もっともっとやるべきことがあったんじゃないか、ある種の強い後悔みたいな気持ちが芽生えました。でもう一つが、当時私は大学1年生で、例えばお腹が減ったら、大学の授業が終わってお腹が減ってたらコンビニに入って100円のお菓子とかパンとか、そういったものを気軽に買える人間がいる一方で、飛行機でたった数時間来たこの国には物乞いをしないと生きていけない子供たちがいる、どうして生まれた国が違うだけでこんなにも人間の生活は変わってしまうんだ、命の価値は変わってしまうんだ、そういった世界の不条理みたいなものに初めて自分の五感を通じて気づいた瞬間でした。私自身はそれを知って、仕方がないっていう一言で終わらせたくなかったんですよね。ちゃんと自分の頭で考えてこの現状と向き合って生きていきたい、どんなに小さな一歩でもいいから自分にできることをやりたい、そういった強い気持ちが芽生えたっていうのが、今の活動を始めることになった大きなターニングポイントであったかなっていうふうに思います。その上で、そこから10年経った現在は YouTube を使って、そうですね、アフリカを中心に世界の中で最も貧しい地域の現場を回りながら、それを取材して自分で発信するっていう仕事をしているんですけれども、よくよく振り返ると、今の活動を続けている原動力も実はフィリピンの時にすでに感じていたんじゃないかなというふうに思っていて、私フィリピンで物乞いする女の子と出会った1時間後ぐらいに、ツイッター、今名前変わって X になりましたけど、ツイッターを使って自分が見た現状を140文字で発信したんですね。今こんなに困っている子供がいて、でも自分には何もできなくてすごく無力さを感じて、そういっ
った自分が感じたことを言葉にして発信したにもかかわらず、まあ、誰からも反応が来なくて、まあ、いいねもついても1か2ぐらいみたいな。一方で自分の大学の友人が今サークルの合宿でみんなでスキー合宿やってますみたいな、楽しんでますみたいな、そういったこう写真付きの投稿が50いいねとか100いいねされている。このギャップは一体何なんだっていうふうにすごくショックを受けたんですよね。ただの日常の投稿の方がみんなが興味を持っている、自分には伝えたい現状があるのに伝えることができない、この無力感を何とかして乗り越えたい、その時に感じたこの無力感を乗り越えたいっていう、ある意味こう憤りに近いような感情っていうものが、もしかしたら今の自分の YouTube を使って発信をするっていう活動の原動力にもなっているかなというふうに思っています。今私はアフリカの特に紛争が起きている地域とか、本当に貧困が激しい地域を回って現地の人たちの生活を取材したり、そこで生きている人たちの声を取材してそれを YouTube で発信するっていう仕事をしているんですけれども、やっぱり自分が見てこれを伝えたいと思った現状をどうしたらみんなが興味を持ってもらえるかっていうところを真剣に考えながら取り組むっていう、それが今の私自身の活動であり、それに取り組んでいる原動力なのかなというふうに思います。私海外の取材のみならず、自分が仕事をする時の一つのポリシーとして、マストではなくウォントの気持ちで動くっていうことを常に自分の頭に入れてるんですね。海外の取材においても、そこに行かなきゃいけないではなく、その現状を自分が知りたいと思うか、行ってみたいと思うかっていうところがまず根本的な基準になります。特に私のように現場の実情を掘り下げて伝えるっていう YouTube 活動をするためには、ただ私が一人で現場に行くよりも、やっぱりそこで長年活動している日本人であったりとか支援団体であるとか、そういったところのつながりがあった上で現場に入った方がより深く現場のことを知れますし、同時に私が行く地域っていうのは、日本人がほとんど訪れないような地域、中には危険も伴うような地域なので、自分が絶対に死なないというためにも、そういった現場の安全管理ができるような日本人とか支援団体、そういったつながりがあるところに基本的に足を運ぶっていうようにはしています。ただもう本当全ての、最初の前提に加えてもう一つの前提としては、やっぱり大手のメディアとかが注目をしにくいような地域、普通に言ってしまえば、普通のメディア的な視点で言えばお金とか数字に本当だったらならないような、みんながやりたがらないような地域に行くっていうところも、地域を決める時のある意味大きな大前提の基準かなというふうに思います。これ私が現場に行く時だけではなく、私の周りの人が現場に行くときにも伝えることなんですけれども、お邪魔するっていうような視点を常に持つことは大事かなって思っています。例えばですけど、そういった貧しい地域とか、戦争が起きている地域とか、そういった場所に行くと、常に外部から来た人っていうのは自分に何ができるかっていうことを考えてしまうと思うんですね。特にアフリカの貧しい地域に行って何か現地のためにしたいって思ってるような人が現場に行くと、現地の人たちが困っていることは何かとか、欲しているものは何か、ニーズは何かって、そういう視点ばっかり持ってしまうんですけど、自分に何かできるとかっていうふうに思ってしまった瞬間、視野が一気に狭くなるというふうに思っています。今までいろんな地域行ってきて、紛争が起きている地域も行ってきたし、本当に人が飢餓で亡くなっているような地域も行ってきたし、でもどんな世界中どんな場所に行っても、その土地なりの豊かさとか、その土地なりの幸せな生き方があるっていうことにも気づいたんですね。にもかかわらず、自分には何かできるとか何かしなきゃいけないっていうふうに思ってしまうと、その現地の豊かさとか現地なりの幸せっていうものに気づかなくなってしまうので、まずは自分自身が何かできるとか何かをしなきゃいけないとかっていう気持ちを持たずに、言ってしまえば謙虚な気持ちで現地の人たちにいろいろ教えてもらう、そういった気持ちを持って現場に行くっていうことを大切にしています。特に私が行く地域って日本人がもうほとんどいない、日本人どころかもうアジア人というか外国人はほとんどいないような地域に足を運ぶことが多いんですけど、そういった地域に足を運ぶことの大きな意義が、自分がマイノリティになれることだなっていうふうに思っています。自分が圧倒的マイノリティになるってことがあるんですけど、でも自分がマイノリティになることで
いわゆる社会的弱者と呼ばれるような人たちの気持ちが少し想像できるようになったり、日本で暮らしている外国人の気持ちが想像できるようになったりするので、もちろん、ね、日本語が通じないとか、なんなら英語も通じないとか、そういった地域に行くのってすごく大変なことでもあるんですけど、自分自身がそういったマイノリティを経験できることで、そこからまた別の新たな謙虚さみたいなものが自分の中に芽生えたりするので、それもそういった地域に行く一つの大きな意義なのかなと思います。まずフリーランスで活動する良さは、その瞬間に自分がやりたいと思ったことをすぐに行動に移せることかなっていうふうに思っています。もちろん組織で活動することのメリットもたくさんあると思うんですね。もっと大きなことができるとか、役割分担をうまくこう割り振れるとかあると思うんですけど、でも組織が大きくなればなるほど意思決定に時間が必要になると思うんですよね。何かやるっていうふうになってもみんなの合意が取れるかとか、誰がどういう役割をするかと考えなきゃいけない。一方で私はフリーランスとしてずっと活動を続けてきて、なんだろうな、こういう仕事をしているからかなとも思うんですけれど、その時にやっぱインスピレーションをすぐに形にしたいっていう思いに駆られることがよくあるんですね。その意味で自分の中に芽生えたインスピレーションとか、あ、これやりたいなとか、ここ行きたいなと思った時に、全然周りの顔を気にせずにすぐに行動に移すことができる。それがフリーランスとして活動する上での非常に大きな良さかなっていうふうに思っています。他にもいろいろあるんですけど、もう一つだけフリーランスで活動する良さを挙げるとしたら、自分が社会に与えた影響に対する社会からのリアクションがダイレクトに返ってくるっていうところがフリーランスの良さかなって思っています。例えばアフリカで何か支援活動をするっていう時も、組織の一員として現地で活動していれば、現地の人たちの自分に対する眼差しっていうのは、ある組織の一員としての原カンタに対する眼差しとかリアクションが多くなると思うんですね。一方で個人で何か支援活動をすれば、現地の人たちからの、良くも悪くもフィードバック、感謝の気持ちとか、むしろ、もしくはこういうことをしてほしいっていうニーズとか、なんでこういうことをするんだっていう反発とか、全てが自分にダイレクトに返ってくる。それから日本国内で今のような YouTube を使って発信するっていう活動も、組織として発信するんではなく個人として発信するからこそ、もちろん中には誹謗中傷とか批判とかもあって苦しくなることもあるんですけれども、でも感謝されたり、自分の価値観変わりましたって言ってもらったり、そういったいいリアクションも悪いリアクションも全部自分がダイレクトに受けることができます。だからこそ自分が社会にもたらした影響をより実感できるっていうところがフリーランスの良さかなっていうふうに思っています。今少しずつ YouTube の規模とかも大きくなってきたので、一部動画の編集を編集者にお任せするとか、一部アシスタントに仕事を投げるとかっていうこともやっているんですけれども、ただ私の場合はある仕事において企画から最終的な結果っていうところを自分一人がコントロールしたいなって思いがあるんですね。一部分だけで自分の役割を果たすんじゃなくて、ゼロから最終的に100まで自分が関わりたいって思いがあって、それをやることによって自分がちゃんとその仕事をコントロールできているっていう、自己コントロール感みたいなものを感じられたり、先ほども話したような自分が社会にアウトプットしたものに対するリアクションっていうものをダイレクトに感じることができるって良さがあるので、そういった意味で一部人に投げたりとか一部組織化するっていうことはあるかもしれませんが、基本的には意思決定っていうものを自分自身が決められる。私はよく責任と権限を持つっていう言葉を使うんですけど、責任と権限をちゃんと自分自身が持てる、そういった仕事をしたいなっていう思いが根底にあるので、その意味で、フリーランスっていう形にこだわるっていうよりかは、自分自身がちゃんとその仕事をコントロールできているか、責任と権限を持てているかっていうところが自分の働き方を決める基準になっているかなと思います。自分自身が世界とつながっている感覚というか、自分自身がこの世界にちゃんと貢献できているんだっていうふうに感じられた時に、幸福感みたいなものを感じることが多いかなとは思います。これ私の好きなアドラー心理学のまさにこの言葉で、幸福とは貢献感であるって言葉があるんですけど、おそらく私ちっちゃい頃から多分寂しがり屋だったと思うんですよね。なんか孤独を
感じる瞬間がすごく多くて、これ話しちゃうと結構長くなっちゃうかもしれないんで、あんまり深掘りしないようにしたいんですけど、私不登校だった時期がずっとあって、小学生の頃とか2年間ぐらい不登校で、卒業式も出なかったし、林間学校も行かなかったし、それこそずっと一人でこう友達ともうまくなじめずっていうような生活を送っていた時期が、まあ、そういうこう多感な時期にあったっていうことももしかしたら関係してるのかなって思っていて、おそらく孤独っていうものをずっと恐れているんじゃないかなって思うことがあるんですね。だからこそ自分が取材を通じたり発信を通じたり、そういった仕事を通じていろんな人とつながっているっていう感覚を得られたりとか、もしくは私の YouTube とか私の講演会を見てくれた方、聞いてくれた方が自分の価値観変わりましたって言ってくれたりすると、あ、自分の仕事が誰かに貢献できてるんだなっていうふうに感じることができて、あ、自分は一人じゃない、この世界にいていい存在なんだっていうふうに思うことができて、そういった瞬間に幸福感というか安心感というか、満たされる感覚みたいなものが芽生えてきますね。私もよくこの活動をしていると、5年後どうなっていたいんですか、10年後どうなっていたいんですか、ビジョンは何ですかとか、そういう大きな目的を聞かれたりとか、今みたいに何のためにやってるかっていうことを聞かれるんですけど、正直に答えるとあんまり自分の中に明確なビジョンとか目的みたいなものが普段はあまり意識することがないんですよね。もちろん言葉にすれば、例えばですけど、世界の現状を多くの人に知ってもらって少しでも世界平和に近づけるようにとか、そういう言葉にすることができると思うんですけど、ただ私自身は普段のこの仕事をする上であまり目的みたいなものに縛られずに働いているのかなっていうふうに思います。まあ、アドラーの言葉に今ここを真剣に生きるって言葉があるんですね。過去とか未来とかそういったものに縛られずに、今この瞬間に自分が例えばやりたいこととかやるべきと感じていることに淡々と取り組む。私自身も YouTube の活動をずっと続けてきて、今では多くの方にチャンネル登録していただいて、こうやってインタビューを受けさせていただくとか評価していただけるようになりましたけど、でもじゃあ このためにチャンネル登録者を増やすとか、いろんな人の価値観を変えるとか、もっと言えばいろんな人にこう評価をしてもらうとか、そのためにやってきたかっていうと全然そんなことはなくて、やるべきことなんだっていうふうに思ったことを淡々と続けてきた結果、気づいたらこんなとこまで来てたっていう感じなんですよね。本当に YouTube 始めた頃は再生回数何時間もかけて作った動画の再生回数10回とか20回とかザラにありましたし、チャンネル登録者が1000人に行くか行かないかってすごい悩んでた時期とかもあったし、まさかそれが、ね、10万人20万人でもうすぐ30万人って、まあ、そんな風に伸びるとは全く思ってなかったんですね。でも自分がこれはやるべきことなんだっていう風に思ったことに淡々と毎日取り組んで見続けてきた結果、あ、気づいたらこんなとこまで来たっていう、本当にそういう感覚なんですよね。なので、なんかこう目的は何ですかっていうふうに言われても、正直明確にこれが目的ですっていうふうにあまりお答えできないっていうのは、これは本当自分の正直な気持ちです。なんか私は弱みも含めてやっぱ人間だと思うんですよね。社会で生きているとみんな自分の強みばっかりアピールしてるけど、でも私はなんか人間らしい生き方がすごい好きだなって思うんですね。日本人からしたら、なんでそんな食べ物買うお金まで使っちゃうんだよっていうふうに、もう当時の私も思ったんですけど、ただただお金を残しておくだけではなく、いかに自分の人生をそれで豊かにできるか、お金とうまく付き合っていくかっていうマインドが手に入りました。